迫られる対ロ政策の大転換安倍政権の対ロシア政策は結果として失敗でしたこれからは新たな国際秩序の形成とそして国連改革これが求められるのではないでしょうか はいこんばんばは参議院議院員ののおししでですすチャンンネル登録やいいいねコメントでの応援をよろしくお願いしますこちら3月の13日にこちら収録をしておりますけども今ですねテレビメディアでかなり注目を浴びている小泉悠先生ロシアの軍事戦略のこの専門家なんですねロシアの軍事戦略安全保障政策の専門家の小泉悠先生の「現代ロシアの軍事戦略」という本をですねこの週末に読み終わりました、まあ、かなり軍事の本なんでねかなり骨太な新書とはいえ かなり骨太なな内容でなかなか読み進めるのに苦戦したんですけどもこれからの対ロ政策を考えていく上で必読の書だと思いますのでぜひ政治に興味がある方今のこの対ロシア政策についてご関心がある方はご一読をいただきたいと思うんですけども、まあ、この終章にですね、まあ、かなり興味深いことがやはり書いてありました最終章ですね日本とロシアの関係について述べているところですそれらこれ経済政策経済支援のことなんですよねそれらをリンクさせて領土問題を解決しようとした点に 安倍政政権の対ロ政策ののの策根本的な底ががああったというのが筆者の考えである具体的に言えば、いわゆる8項目の経済協力によって、領土問題に関するロシアの柔軟、ロシアの姿勢難化を狙った戦略がそれでありその結末は、国ナシリとエトロフに対する領土返還要求を事実上放棄するという妥協の末に、ロシアから ゼロ回答を突きつけられるというものに終わった。ということで、まあ、かなり手厳しくこの安倍政権の対露政策を批判されているわけですね。 まあ、安倍政権はご案内の通り、かなりロシアに経済協力をしてですね、いろんな情報を引き出すために、かなり経済的にお金を使ったとえ。そして、あの、今まで4党、北方領土というのは4党がセットでこれで返還しなければいけないんだという4党返還論から2党先行論という事実上切り替えを行って、エトロフとクナシリは後でいいので先に2党を返してくれと。まあ、いうこと2党返還論に切り替えて、そこまで情報してロシアを動かそうとした。動かせると思ったと。えこれはもう外交というのは本当に難しいですから、私もその時点で安倍政権がなんか致命的な失敗 をしただ、今とかですねあのいそういうことを指摘できたわけではと、当時からね安倍政権間違っているというふうには思わなかったですし、これは本当難しいことだと思うんですが、やっぱ結果としてね結果として北方領土は返ってこなかったし、その経済支援をしたロシアが侵略戦争を起こってしまっ起こしてしまったという点では、ですねやはりこれは結果から遡って考えれば、その時の安倍政権のこれ対ロシア政策、対ロシアに対するこうした対応 対応の仕方というのは失敗だったんだなと、まあ今となっては言わざるを得ないのかなというふうに思います。じゃあ今後はどうするのかということで小泉先生はこうおっしゃってます。ウクライナ問題やロシアの権威主義体制に関して、欧米と連携してより強い態度で臨むこと。要は、 西側の一員としての日本の立場を固め直すということだと書いてありまして、これはもう私も賛同ですね。やはり今は対ロシアについては確かに領土問題抱えるという背景はありますけど、北方領土問題ありますけども、ただあそこまでステイで歩み寄って二党返還論にまで譲歩して経済支援もあそこまであって、1ミリも戻ってこなかった、これ北方領土問題というのは、 これやはり今もう交渉するタイミングで少なくとも今はないと思いますし、西側の一員、要は日米同盟をしっかり強化をしてですね、自由主義国家、民主主義国家としてですね、しっかり対ロシアに毅然と対峙をしていくと、まあ、いうことはですね、やはり今後は必要になってくるというふうに思います。この点においてですね、今日は自民党の党大会が行われているんですけども、岸田内閣総理大臣も国連改革、国連安保理改革に乗り出すということような趣旨のコメントをされていたようです。えー、ご案内の通りですね、今国際連、国際連合の、えー、安保、えー、の 常任理事国ですね。この常任理事国には、えー、ロシアが入っていて、拒否権とかを持ってるですね。えー、この常任理事国の一つでも拒否権を発動すれば、えー、国連としては動けないという状況が続いておりますから、これじゃロシアをやっぱり常任理事国から外れてもらって、日本が代わりに入る、日本とドイツとかがね、そのたりに入るような、 抜本的なこの枠組みを変える国連改革に日本が主体的にこう乗り出さなければいけないタームに来ていると思いますので、この点もやはり西側諸国、つまり日米同盟の強化、アメリカや自由主義国家、民主主義国家と連合してです,連携してですね、この国連改革にも日本は挑まなきゃいけないというふうに思いますので、その点は我々日本一の会としてもしっかり政府に提言をしてまいりたいというふうに考えております。まあ本当外交安保は難しいですね。先ほど申し上げましたけども、まあこれはもう結果でしか判断できませんから、まあ安倍政権の森元首相などが エージェントになってですね交渉役になってプーチンさんとえプーチン大統領と かなり人間関係を密接に築いてきたわけでありますけれども、これも確か本の中で小泉さんがえ紹介していたロシアの,そのプーチンの最側近の言葉ですけれども、個人的にね政治家同士が別荘で過ごしてあの交流を深めたからといって、戻ってくるような問題じゃないんだと、領土問題は、みたいなことをバサッと切ってたものなんですけれども、結果としてはそういうことだったわけですね、経済支援や個人的な交流では、領土問題を動かせなかったと、ロシアに返す気は1ミリもなかったと、それどころか自分の国の領土を広げていく野心を今、あらわにしている わけでですのでこのこロシアについてはです、ねまあ、新たな経済対策、経済制裁も G7 発表されるということになっておりますので日本もしっかり強調してロシアには毅然と向かっていくそして交渉のテーブルにつかざるを得ない状況を作っていくために日本政府もやらなければいけない動かなければいけないと思います。ので まあ引き続き我々もしっかり提言してまいりたいと思います。明日からも予算委員会始まり続いていきますので、日本一の会のメンバーも登壇予定ですので、ぜひご注目ください。この YouTube チャンネルにもチャンネル登録やいいね、コメントでの応援をよろしくお願い申し上げまして、今日ちょっと次の予定があるんでね、短いですけども、今日の Vlog とさせていただきたいと思います。それではまた次回、さよなら。